レスポールのケイスケとシャドクロ、はい、この2人で撮るの初めてちゃう。2人、あ、もう2人は初めてや。で、まあ2人がいないということはドッキリです。ケイスケと組んでこっち側に立つの俺初めてやから、なんかワクワクしてる俺今。ドッキリの内容なんですけども、はい、はい、今時刻12時40分でございます。あらららら、2人はどこ行っちゃってんのかな。このドッキリの経緯を説明しますと、今日宇田先輩とパン君とエイジとヒロとなんか石川の友達かな、でなんか大人数で飲み会があるから飲んでくるわみたいな感じで今飲み会に行ってるんですよ。そうなんですよ。でまあ僕らは留守番ということで、まあ、待ってたんですけども、遊ぶのはいいです。あ、全然いいです。それはもう遊ぶないよ。そんな鬼畜なところじゃないんで。ただパン君に言ったのが、はい、今日撮影あるから撮影のことも考えて早めに帰ってくるのと、あんまりベロベロになりすぎひんように注意しろよと。で、火回るまでには帰ってきてなと言ってあります。ただ今インスタのストーリーとかめちゃくちゃ楽しそうにカラオケしております。いやー、それも火をまたいじゃったしね。これはなるほど、動画の意図が見えました。今日は説教ドッキリをしたいと思います。いやー、遊ぶのはいいんですよ。全然いいです、そら。ただ、僕ら仕事ですからね、動画は。うん。で、編集も今日島袋なんで、はい、この動画を編集しないとダメなんですよ。そうなんですよ。奴らが遊んでる間に編集できずに。そうなんですけれども、日をまたいでも帰ってこないと。なんで、一発今から一回、ハン君に怒り電話を入れたいと思います。もし、はい、もしもし。まだ飲んでるん？お前今日、お前今日さ、撮影あるから撮影のこと考えて飲んでこいよって言ったやの俺。ヘビロテ？で、お前12時までに帰ってこいって言ってたやんな俺。今日編集もっちゃんやで。お前ら帰ってこんかったら動画撮れへんで。え？お前今何時か分かってる？今10時半。1時。もう早く帰ってこいよ。オッケー、今から帰るわ。多分。え、今どこおんの？今トイレ。じゃお前撮影やんの分かってるやろ？分かってるよ。え、今もう帰るわ、じゃあ。宇田ちゃんは？宇田もう死んでる。もうとりあえず早く帰ってきて。はいはいはい。では、あとだった。じゃあね。うん。はい。ベロベロでございます。いや、ほんまにベロベロすぎるで。これはね、説教するべきです。まあ僕らもね、はい、7時間ぐらい待ちましたから。これはいい説教ドッキリになるんじゃないですか？うわー、やばいぞー、これー。だから自分もあれやで、編集あるからっていうのを。あ、まあそうやな、そうやな。訴えかけて、ということで。この二人タッグで説教ドッキリ仕掛けたいと思います。さあ、行くぞ。来ました、来ましたよ。はい、開けて。はい、はい、バカだなあいつ。チーズは。ありがとうございます。ああ、クラクラする。お前らさ、何時か分かってる？10時半。撮影の分かってたよ、お前。特にお前、お前に言ったよな、俺付き合い切って。え、お前、日またぐまで帰ってこい言ったよな。言ったな。編集局誰の？12時半編集誰やねんって言ってる。ケモちゃん。もちゃん、ありがとう。いやだからお前らが来んかったら撮れへんし、うん、素材ないねん今。普通に編集してる時間。え、これってお前あれちゃん聞いてる？なんで今普通に編集しとかなあかん時間に動画の素材ありません、うん、逃げろ逃げろ逃げろ走れ。あ、聞けよお前。お前任せるって言ってんの。うん、言ってたな。で、なんで1時過ぎてるの？で、お前動画あるからそんな酔っ払ったらあかんでって言って、なんでそんなベロベロの？じゃあお前が編集するんか。だからもっちゃんの睡眠時間がお前らによって短なんねんって。ごめんな、もっちゃん。確かに。なんか今日撮影やるって分かってた？聞いて、ケイスキーから聞いて、うん、いや俺お前らが出る前に言ったやんな。火回るまで帰ってこいって。酒も入れてもいいけどそんなベロベロにならん程度に帰ってこいって言ったやな。なんでそんなベロベロなの？すみません。え、覚えてた撮影は？もう覚えてた。覚えてたよ。はい。でお前ストーリーでなんかヘビーローテーションかなんか踊ってさ。これやろ。テキーラなんだよ。ほんでさ、お前これな。で、あげかまってもらって、お前撮影できひんの、そのテンション。すみません。ごめん。けじめつけな。何けじめって。そんな言う、読んでいるな。いや、別に遊びに行くなとは言わんよ。そうや。僕らも。地元ずるずるずる。僕らやと全然、はい、地元に帰って遊んだりしてるし。うん、そうやんな、うん。こんな時間に帰ってくんのやったら、昨日に日本とか撮ったらよかったよ。お前らが今日、日またぐまで帰ってきて、動画の撮影もできるテンションで帰ってくるって言ってたから、俺ら待ってたんちゃう。え、いいこと食っていいの？これは強敵だな。
ベニモテルト今食うなって、すみませんで、どっちが編集やるの？今からやったらお前朝の8時ぐらいまでかかんで、で、こいつ今日学校やで、素材がありません、編集するデータがありません、ただ毎日投稿期間です、うん、でも逆の立場だったら腹立つやろ、明日学校ある、編集もせなあかん、うん、帰ってこない、素材がない、早く帰ってきてって思う、思うな、もうけど、まあでも、もっちゃん優しいから大丈夫かなみたいな思ったとこあるよね、その甘えはちゃうで、いやもう大人やし、けじめつけな、まあ、俺ら何時間待ったか分かってる4時間2やったけどて、いや、そういうボギーやんの、あとびらじゃん、うん、なんだ、おはよう、お前らが取るって言ったから待ってたじゃん、うん、そうやな、うん、なんでそんなベロベロで帰ってくんの、考えてんの、お前らあかなちゃん、そこごめんな、むっちゃん、ごめん、ほんとごめん、いや、ごめんと思ってんやったら早く帰ってきてほしかったな、今思ってん、ごめんって思うなら自分らが編集やんの、自分らがやってくれるんやったらもう全然ぜひぜひ朝まで遊んでくださいってなるけど、僕が編集担当やんごめん、ぼっちゃんぼっちゃんごめん、どう思うか、神の裁きや、ないんじゃない、その態度は、いやもう怒られてるって分かってる、二人ともだってそれは、それはよ、あ、妻がピュッピュッてたけどしょうがなくない、適度に酒飲めよって言ったよな、俺言ったよ、で、なんでそんなベロベロなってる、ベロベロで帰ってくんなよってお前に言ったよ、俺最後言ったな言った、そう覚えてるやろ、お前も言われたな、言われた、はい、で、俺らガチで怒ってんで、言っとくけど今、もっちゃんごめん、ごめん、もっちゃん間違えた、もっちゃんごめん、ケースごめん、客観的に誰がどう見ても10-0で君らやで、9-1じゃね1は何、俺ら1はやる気情熱かな、でも本当に申し訳ないと思ってる、いや思ってる、思ってる、うん、それは本当ごめんごめん、正座する、めんごめんご、お前正座なんでしてないの、すいません、俺してるよ、悪いと思ってんの、早く帰ってきてほしい、やろ、うん、自分らが編集してくれたら全然朝までどうぞ、ただ自分らそれができひんから僕がするやん、お前には入念に言ったで、俺家出る前ちゃんと言ったよ、言った、なんて言ったじゃ、俺が12時までに帰ってこいよ、お前撮影もあんだから、なんか酔っ払うんじゃねえず言ってまいしゃそれがもう動画撮影できるテンションじゃないやん、もうできるよ、ベニモタリトー、ベニモタルトは美味しいよな、いつ切るやばかお、つまいで撮影どうすんの、撮れるよな、撮れるよな、余裕やね、無理やん、だってマスカッツ、マスカッツ無限やもん、俺無限やもん、クリームシチューとマスカッツ無限やもん、冷静じゃないよお前いけるよ、けるパク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 、えでもスイちゃん18個入ったみたいな、スイちゃんやったらいける、入ってる入ってる入ってるし、もう早く休むもん、休ま、休まな、休みはせんよな、うん、毎日投稿頑張るから、もっちゃんお願いします、いや分かってる、何が、まあ、しょうがないから抜かすなよな、あこっち見ろよお前な、痛い痛い痛い、一回こっち見ろ、痛い痛いな、分かってる、痛い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 、分かってる、痛い、いやほんまに痛い、ね、T シャツ伸びるからな、ほら T シャツ伸びる、一回そこ座れ、いいや、一回そこ座れ、あんな俺も明日学校あんねん、マスカあんまこんなん言いたないけど、うん、で君ら編集できんからって僕がすることになって別にそこはええわ、ただその代わり交換条件で君ら日をまたぐ前に帰ってこい言うたら、ほんまに悪い思ったん、ほんまに悪い思っとったらそんなベニモタルトのマスカット無限とか言うてられへんで、普通に用事でも謝るでなあ、お前何やるとんの、普段俺ら何も言えんからってお前すんあんま一番の方がいいでほんまに、いやごめんね、すんで時間帰ってこいだらええで、全然謝ってください、何ぼれも謝ってください、帰ってこうへんや、この時間どうする、今から考えなあかん時間もあるやん、別に遊びに行かないとも言わへんで、僕ら、いや遊び時間も必要やし仕事する時間も必要、彼女これ聞いてるほんまに彼女なあ、ほんまに聞いとんか、ほんまにほんまに、もっちゃん、もっちゃんそんなさ、行かんでこっち見ろって、こっち見ろって、もっちゃんもっちゃんもっちゃん、なあ今誰がもの喋ってる、もっちゃん今誰がもの喋ってますか、今誰がもの喋ってますか、もっちゃん落ち着こう、こっち見てください、普通の顔して、ほんまにええ加減にしたら、自分ほんまにそういうところで自分出てんの、そういうところでええ加減やねお前、だから変換アダプターも忘れてくんねん、そういうところが出てんねん、こういうところだもん、やるじゃないか、どないすんのこの後、何取るかも決まってんねん、今夜中やからこうやって全然スーッと叫ばれんから静かに言うてるけどな、ほんま今でもしばき回したよほんまに、君らごめん、本当にごめんなさい、くらえ神の裁きよ、本当にごめんなさい、ごめんなさい、どないする、あ、でした遊びすぎました、ほんとにそれ本心、はい、ほんまに悪いと思ってんの、大変した、うん、はい、うん、まあ謝っても時間は帰ってこいへんけどな、許すから、うん、一人ずつ一発ギャグ、え、え俺が先、うん、
きりたんぽ、きりたんぽ、きりたんぽ、ポッポッピー。ゆらちゃん、エスパルのうだこと、うだほです。で、すいませんでした。ね、危ない、びっくりした。いやでも遅刻してきたのは事実やからな、遅刻してきたのは事実やからな。いやちょっとね、ほんと酔い冷めた。ほんとごめん、マジでごめん。ほんとごめん、ほんとごめんなさい。ほんとにすみません、ほんとにごめんなさい。マジでほんとに酔い冷めたかもしれん。うわ、怖っ、怖かった。じゃあもっちゃんがさ、キレイ。そうやね、だって俺もっちゃんに胸ぐらつかんない。俺ほんとに泣きそうやったもん。エイジとかもいたからさ、エイジがさ、うん、飲み行こうやみたいなさ、あほんとに嫌。全然反省してんだ、そんな聞き方は。結局エイジのせいやん。じゃあエイジのせいじゃないよ。そう、うわ、帰ってきた、帰ってきた。酔っ払ってるこいつを。俺は説教された。何やった日またぐ前に帰ってこいやつで帰ってこんかったから説教したって。なんで今日まだ夜で20時間あれんの。そうやんな。うわ、切る先。すいません、ごめんなさい。すいません、すいません。おちゃんと謝るよ、それ。ごめんなさい、すいません。それはね、ごめん。走り出したこの息吹を風に乗せ